い、ありがとうございます、はい、先ほどまでは、ミャンマーでいろんなことされてたと思うんですけど、はい、そこの経験をお話しいただいていて、はい、今回は今何されてるのかっていうところをちょっと小野さんにお聞きしたいなと思ってます。2月1日にミャンマーでクーデターが起きたんですけど、はい、まあ、それを皆さんに知ってもらいたいと思って、うんうん、オンラインで写真展をしています。はい、ちなみにオンラインで写真展って、はい、どんなイメージなんですか？写真を、はい、ホームページとかに貼ってみたいな感じなんですか？そうですね、サイトを作って、うん、現地のミャンマーに住んでいるミャンマー人の写真家とか、うん、ジャーナリストの方に協力いただいて、うん、そのデモの写真とかを、はい、そのホームページ上にアップしているっていう感じです、うんうん、なるほど、はい、そのサイト名をお聞きしてもよろしいですか？スリングレボリューションインミャンマーというサイト名です、はい、そのサイト名に意味合いとかってあるんですか？はい、ミャンマーの国民がこうデモをしていくんですね、うん、ちょうど季節が、まあ、ミャンマーでいう春にかかってきていて、うん、ミャンマーの人たちが春の革命、スプリングレボリューションっていう風に名付けてたっていうか、はい、っていたので、はい、まあ、それを名前をいただいて、うん、春の革命みたいなイメージでつけました。なるほど、はい、ありがとうございます。スプリングレボリューションインミャンマーっていうサイトは何を目的にして作られてるんですか？はいはい、まあ、ミャンマーで今何が起きているのかっていうその現状を、まあ、より多くの人に知ってもらいたい、うんうん、はい、で、それを知った上で行動に起こしてほしいっていうの、うんうん、気持ちがあってっていうのと、うんうん、あとはそのミャンマーの人たちが、まあ、これだけ自分たちでも行動しているんだよっていうのが、で、まあ、それを応援してもらいたいっていう気持ちがあって、うんうん、始めました。なるほど、はい、オンラインにした理由って何かあったんですか？まあ、コロナの状況もあり、はい、なかなか集客も難しい。でもう一つはやっぱり展示だと、まあ、来れる人って限られてくると思うんですけど、はい、オンラインであれば、まあ、ネット環境があれば、うんうん、どこにいる人も見れるので、うんうんうん、もっと多くの人に、まあ、その写真を通じてミャンマーのこと伝えられるかなと思ってオンラインにしました、うんうん、なるほど、ありがとうございます。具体的にちょっと深掘りしたいなと思ってるんですけど、はい、日本で今流れている情報、はい、ミャンマーのニュースとかもあるじゃないですか、はい、それとやっぱり現地の状況っていうのはやっぱ違うんですかね、うんうん、はい、ミャンマーでのデモの様子を日本のメディアでは流れてないような、まあ、写真であったりとか、いわゆる平和的にデモをしていた時の状況とかの写真を出しているので、国民目線の写真にはなっているかと思います。なるほど、はい、メディアだとやっぱりちょっとメディアの思惑とかも入ってくると思うので、うんうんうん、いい情報を提供しているところもすごい今いっぱいあるんですけど、都合のいいところしかなかったりとか、うんうんうん、まあ、ちょっと話が違うかなっていうところもあったりとかっていうのはありますので、うん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 、なるほど、はい、そういったバイアスをかけない上で、はい、そういったものを発信していくというところだったんですね、はい、ちなみに資金的なところってどうやってされてらっしゃるんですか？はい、資金は、はい、まあ、ほぼ自費で出しているんですけど、ある NPO さんと、うんうん、あとある企業さんから、うん、協賛をいただけまして、うんうん、その資金で、はいはい、運営をしています。そうなんですね、はい、ミャンマーとかに親和性の高い方からいただいているような感じなんですね、はい、今オンライン写真展がされていらっしゃると思うんですけど、はい、オンラインだけじゃなくて、はい、いわゆる写真、まあ、写真家を借りて、はい、店舗でもやったりするんですか？あ、はい、うん、実際しました、うんうん、そうなんですね、はい、11月の初めに、うんうんうん、ミャンマーのことをずっと撮り続けられている写真家さんにお声掛けいただいて、はい、その方と一緒に私たちの写真と、あと日本の、在日ミャンマー人のデモの活動を撮影している、はい、ミャンマー人のグループがあって、はい、そこの方たちの写真と3団体で写真展を合同でやりました。そうなんですね、はい、それってどこでされたんですか？は、横浜 で、はい、やりました。へえ、そうなんですね。実際何名ぐらい来られました？その写真展は100人ぐらいですかね。100人ぐらいですか？ちょっと、ちなみになんかどういう声いただいたとかあります？私たちはその今のミャンマーの現状を撮っていて、はい、でその写真家さんはクーデター前の写真を展示していて、状況が変わってしまったんだねっていうようなお話とか、まあ、メディアでは話は聞くけど、はい、実際にこうやって写真で見れて今の状況が分かった、うんうんうん、でなんか自分でできることないかなっていうのをすごい考えられましたっていうお声とか、うんうん、はい、いただきました。なるほど、はい、そうなんですね、ありがとうございます。スプリングレボリューションインミャンマーで、はい、今後どういう人に見てもらいたいなっていうふうに考えてますか？はい、
まあ、国際協力じゃなくて海外のこととか、うんまあ、日本のこととか、うん、あのあまり興味ないけど写真が好きみたいな人とか、うんまあ、写真じゃなくて、まあ、若い子とか見てもらって、はいうんうんまあ、そのミャンマーだけじゃなくてあの同じようなことって世界でも起こっていることではあるので、はい、知ってもらいたいなって思います、うんうん、ありがとうございます、はい、ミャンマーとかいろんなところ行って、はい、日本っていうのをどう見てるのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思ってて、はい、やっぱなんかよく言われる出たら良さが分かるみたいな感じで、うん、あの日本のまあ便利さとかはもちろんのことを、うんうん、四季って素晴らしいってすごい思ったんですまさかのそこですか。はい、すいません。四季なんかその移ろいゆく季節がすごい美しいなって思いました、はい、っていうのと、あとは日本のなんか細かかったりいろいろ気を使ったりっていうところが日本のいいところでもあるんですけど、うんうんうん、なんか逆にやっぱり悪いところでもあるっていうか、うん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 、っていうのは思いました。なるほどですね。ミャンマーとかはどうかあれですけど、はい、時間に類似ですもんね。そうですね。見ちゃうみたいな。なんかもうその場を生きてるような気がしますよね。ああそうですね。途上国とか、はい、ミャンマーとかも、はい、確かに、まあ、だから日本っていうところいい部分もあるし、はい、悪い部分もあると、うん、悪い部分っていう観点で言うと、はい、やっぱりもう少し柔軟に対応できるとか、うん、そんなに、うんあのカリカリしなくていいじゃんとか、あ、そうですね、そういう感じなんですよね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっともう一つお聞きしたいのが、はい、あの小野さんがあの考える国際協力って何なのかなってちょっと思っていて、はい、あの合に行っては合に従え、はいはいはい、を大事にしてて、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、まあ、どっか日本国内でも同じですけど、うん、自分が所属するっていうか、うんうん、自分がいるところのまあ、習慣とかやり方とか、うんまあ、言葉とかあると思うんで、うん、やっぱそれに自分も染まっていくというか、うん、それに従う、なんかそれで初めて周りもなんか認めてくれるじゃないですけど、うんうんうん、っていうところもあると思うので、うんうん、なるほど、はい、異国に行ったら、はい、今まで日本で生活していた文化とか価値観っていうのは、はいまあ、合わない部分もあるし、うんうん、向こうに行ったら向こうの文化や習慣があるから、はい、それに合わせるっていうのが大前提必要ですと。そうですね、まあ、でそれ合わせられないと、はい、コミュニケーションうまくならないし、うん、関係性が構築できないっていうようなイメージなんですかね。はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにミャンマーの人は価値観とか文化ってどんな感じなんですか？あ、でも結構日本人と似てるところは。あ、そうなんですね、うん、時間にルーズなんですけど時間にはルーズなんですか？ミャンマーのミャンマー人は、はいまあ、時間にルーズな人は多いです、うんうんうん、多いですけど、うん、お客様とか、うんうん、自分の年上の人を敬う、はい、あ、そうなんですね、うん、ところがあります。なるほど、うんまあ、じゃあそこはちょっと日本と似てるところかもしれないですね。そうですね、うん、確かに、はいまあ、時間はルーズですけど、時間はルーズですけどあとはな適当ですけど適当なのは仕方ないかもしれないですね、はい、ところはもうちょっと今後国際協力とか海外とかに興味があるけど、はい、まだアクションできていない人たちに向けて、はい、あのアドバイスするとしたら何アドバイスしますか？行っちゃえばとりあえず行っちゃいなよなるほどなるほど、まあ、とにかく考えずに行っちゃいなよってことですかね。そうですね、うんうんうん、行って初めて分かることもあるんで、はい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 、行く前に調べられることもあるけど、はいまあ、調べられることは行っても分かることなんで、はい、そこで迷うんだったら、はい、自分で行ってそこを感じろってことですかね、はい、そうですね、うん、迷う時間がもったいないっていうか、はいまあ、なんかその経済的な問題とかはしょうがないですけど、うんうんうん、そういう心配とかで迷ってるのであれば、うんうん、行けばって感じです、うんうん、なるほど、はい、実際小野さんが、はい、あの途上国とか行こうと初めて思った時に怖さとかってありました？はい、なかったですね。あ、そうなんですね。もう先輩とかも一緒だったのでっていうのはあるんですけど、はいはいはい、なんかもう信用しきってました。あ、そういうことですね、はい、一番最初に行って感じたことってやっぱ新鮮さとか楽しさだったんですかね？そうですね、うんうん、なんか違う世界が開けたっていう感じです、はい、なるほど、はいまあ、だからそういうふうに今考えてて、はい、まだアクションを起こせてない人たちに対しては、はいまあ、もう悩んでる暇があるんだったら、うん、もちろん怖さもあるかもしれないけど、はい、まずは行ってみろってことですかね。そうですね、うんうんはい、また行ってみて大抵大丈夫だからあのなんとかなるからちゃんとそこはそんないろいろ考えるんじゃなくてアクションして、はいはい、そこで知れることの方が大事なんだよって感じですかね。はい、そうです。はい、ありがとうございます行動的な、はい、あの小野さんに本日はお伺いしましたが、ミャンマーのことも含めて、はいはい、ちょっと今日はお話をお伺いしました、うん、本日はありがとうございました。ありがとうございました